練習は重点的にどんなことを？わあ、まああれですね。もう立吉さんに言われてから、もうそのパンチで、てかボクシングを貫き通そうって自分の中で決めたんで、はい、もうそれ中心で、もちろんキックねに対応する練習もしましたけど、まあ打撃、まあパンチ中心にやってきました。はい。じゃあほぼもうパンチの練習しかしてない。まあそう、まあパンチ、まあ俺はそうですよ。僕の練習はパンチ打つことなんですけど、まあ要はキック対策としてどういうふうにこうキックをこうガードするとか、うん、キックに合わせて打つ練習とか、はい、ずっとしてきましたね。短期勝負と。もちろん短期勝負。すごいワクワクするっていうかドキドキするんですね、うん。まあ、やるかやられるかって感じでは今回はないですね。もうどうやってやっちゃおうかっていう感じ、うん。彼のパンチでも蹴りでも、蹴りは、うん、もうパンチも倒れる気しないですもんね。効く気がしないっていうか、はあ、逆に俺のパンチが今回もうパンチ力もすごい上がったと思って、フォームも結構変わって、やっぱりこう打ち方とかでパンチの威力って全然違うんですよ。でまた一から鍛え直してフォームをチェックして、はい、打ち方も変えたんで、もうすごい効くと思いますよ。弾けちゃうと思いますね。爆発しちゃうと思います。当たったら顔面、北斗の拳みたいな。だからね、ヒデブって言うんじゃない、ヒデブって言うのかな、聞きたいですけどね。それはヒデブって一撃でって感じなんですか？もう一撃ですね。もう当たった瞬間にヒデブって言ってですね、もうアキエみたいな。もうでもそう打ってて本当に思いますもんね。この間もサンドバッグ1個壊して、たま、ちょっと多分上が腐ってたと思うんですけど、ただそれで怒ってきたと思うんですけど、実際は分かんないですけど。ただそのパンチ主体にやるとなると、はい、やっぱりそのなんていうんですかね、こうボクサーがよく狙われる足、はい、ローキックっていう対策が出てくると思うんですけど、はいはい、キッドさんの試合の他の違う試合も見たんですけど、結構思いっきり打ってくるですよね。で印象は結構強い蹴りを蹴るなって思ったんですよ。まあそれでもそれ以上に俺自分の体に自信持ってるんで、な自分であれにね自信があったら、まあ俺ぶっ壊してみろよみたいな、うん、逆に俺はもう歯を食いしばってでも、うん、全然もう我慢して、我慢っていうか、うん、もう自分のやることをこうとりあえずパンチ当てることで考えて、もうやるなら蹴ろうみたいな。あ、そうっすね。勝手にやってくれって感じで。第一ね、あれなんですよ。そう、あの K1 っていう K1 でね、彼も初めて出たんです。彼初めてでした。1回勝ったぐらいで調子乗んなって感じなんですよ。あ、それ俺、あ、2回、あ、2回、誰、あ、彼2回で韓国でも勝って2回勝って、あ、じゃあ俺より勝ってじゃん。あれおかしいな。調子乗んなって感じなんですよね。ちょっと勝ったぐらいでお前ふざけんなよってね、まあ、俺も1回勝っただけでこんだけ調子乗ってるんですけど、うん、お前は別だよって感じでね、お願いします。はい、調子乗ってるんですかね。調子乗ってるんですかね。俺が調子乗ってるから乗ってるのかなって、ちょっと、はい、調子乗んなよって思う。まあ自分にも言ってる感じなんだけどね。本当に自分に、全部自分に言ってる。主役は俺だみたいな。はい、まあ主役は俺です。だってみんなつまんないですもんね。まあつまんない、つま、楽しい楽しくないで格闘技やったらおかしいんですけど、やっぱ良くないんですけど、まあこれもいつも言ってるけど、俺は俺の役目があるから、はい、それを貫くだけ、一生懸命ね、ふざけはしてないですよ、はい、本気で、はい、自分の役目、うん、いいですか。だから
1回勝った2回あ2回だっけ2回勝ったぐらい調子乗んじゃないよお前すいません俺1回いつもよりなんか 念入りにバンテージ巻こうとかそういうのあります？なんかいや、バンテージは僕昔からすごい丁寧に巻くんですよ。やっぱ商売道具ですからね。はい、もうこれをここをおろそかにしたら失格、プロとして失格だと思ってんで、はい、もう洗って毎日洗って、本当に風呂はね10日入らなくてもバンテージは毎日洗いますよ。嘘ですよ。はい、綺麗好きで有名なんですよ。今回はサマーソルトキックと竜巻旋風キックはやりません。練習はしてるんですか？練習はたっぷりしてますけど、上松くんの時より2年かかってやばいですけど、今回はパンチで、はい、昇竜拳は、昇竜拳は出ます。もしかしたら出ますそれだけはちょっとパンチなんで、もうやばいです。相手多分俺のパンチもらえば本当吹っ飛びますね。爆発しちゃうから気をつけてって言っててください。なんかね、ここら辺7個ぐらいちょっとつけてくれないですか。どうしよう。こっちに1個とんがりいいですか、はい、1、待ってください。3、4、5、6、7、こんな感じですよね。はい、これでちょっとあれ打たれてるから、刺されてるからこういう。待ってね、これちゃんとちゃんと分かります。これあれでなんか加工しといてもらえばお願いしますよ。できない、これ大丈夫？ 1、2 わかんねえよな、もう。あ、大丈夫ですか？ちょっとオーラもかけて、書いてください。それ、ケンシロウですか？はい。ラオウじゃないですよ、7番でケンシロウです。あ、ガムテープをポチポチ貼ればいいんじゃない？あった一個一個、お願いします。で、これを2等分すればいいですよね。さらに。どうですか？7に見えますか？大丈夫ですよね。まあでもこんな感じか。こんなやつを後継者って言ってマサトさん大丈夫なんですかね。伝承者になりたいですけど。お願いします。こちらお願いします。はい、いきまーす。もう一度いきまーす。日本のアニメ服を食べに頑張ります。今度は北斗、ナビオの百裂拳でぶっ倒します。テーマ変えました。百裂拳です。お前はすでに死んでるって言ってください。